阪神2000系電車は、阪神電気鉄道が保有、運用した、優等列車用の電車である、1970年から1973年に、かけて製造された、電気市直波制御の7001.7101系、および抵抗制御の7801.7901系三次車を1990年から1993年に、かけて6両固定編成化改造の上、 制御機を堺時点カレージ制御に換装して登場した形式である。本校では解説の便宜上、梅田方戦闘車の車両番号 F を編成名として記述する。改造主車の7001.7101系、改造主車の7801.7901系三次社1970年に、阪神初の冷房車として登場した、電気市直波制御車の7001系、 および抵抗制御車の七千八百一系三次車は、登場以来二十年を経過したことから、車体更新の時期を迎えており、この機会によりしエネルギー効率が高く、メンテナンスフリーにも優れた制御機に換装することを計画していた。4連および二連で運行されている七千一型や七千八百一系三次車は、七千八百一系一次車や七千六百一型を、 主な並結相手としていたが、8000系の増備に伴って1989年以降は、これらの形式も廃車対象となり、並結相手の不足につながることとなった。これを機に、新生冷房車グループで6両固定編成を蘇生し、車体や制御機の更新を行ったのが2000系である。2000系への更新に際しては、制御装置に改正。 そもそも速ブレーキ付きの境自転カレージ制御が採用された。半身で制御機を更新した系列としては境、自直波制御を採用した3000系の前例があるが、抵抗制御から、境自直波制御にした場合、主電動機を直巻式から副艦式に換装する必要があり、主電動機が流用できないデメリットがあった。境自転カレージ制御では、 直巻電動機の流用が可能なことから2000系で半信発の採用となった7001系及び7801系三次社から本系列への改造の概要は以下の通りであるそれまでの7001系4連基本7801系2連基本だったものを8000系や先に改造された8801系同様 三両ユニットを二組組み合わせた六両固定編成とした。形式は、パンタグラフのない M 社が2001系、パンタグラフのある M 社が2101系、TC 社が2201型で、末引奇数番号が大阪より、偶数番号が神戸よりである。第一次社の2201回から第六次社の2211回までは7001系。 M2 社と神戸 4TC 社の間に 7801K3 字車を組み込み、QT 社の7940から7952、電装改造を実施して 2001K2002 から2012と、改版し、QMC 社の7840から7850の運転台を撤去して 2101K2102 から2112と、改版した。 第7次社の2213回と第8次社の2215回は残った 7001K4 連3本のうち7117回を分解して7113回7115回に組み込んで6連2本とした。その際、2213回に組み込まれた7118、2215回に組み込まれた7117は 運転台を撤去の上電装改造を実施され、それぞれ2 1 0 1系2 1 1 4と2 0 0 1系2 0 1 6に改版された。なお、2016発射車の運転台の向きの関係から、中間車改造を受けた先頭車のうち、唯一旧運転台の向きが大阪方である。多編成との並結を前提としないため、前頭部は先行する。 普通軽車両の固定編成化改造車に準じた改造が行われた。2201型は前頭部の貫通ホロと渡り板が撤去され、ステンレス製の飾り枠が取り付けられた。連結機周辺もジャンパセンジュなどが撤去され、すっきりした見つけとなった。検査入場時の整備の際、ユニット単位で整備を行うことから、2000系の奇数番号車は、神戸より偶数番号車は、 大阪寄りに簡易運転台を設置した9 7千一1 m 2車だった 2001K 奇数番号車にとっては簡易運転台が復活したことになる運転台撤去改造を受けた車両の窓配置はいずれも 11D3D3D2 であるまた運転台撤去部分は先に固定編成改造を実施された 5001K 及び5 1 3 1三5 3 3 1型といった 普通系車両同様、従来の運転台部分の3面折りつまの形態を残している。車内の見つけは、化粧板が8000系、タイプ2以降と同じベージュ系のチェック模様となり、第二次車2203回以降では8000系8233回で、採用した LED 式車内案内表示装置を、客用扉上部の山側2箇所、海側1箇所に配置している。また、 第6次車2211回以降は、8000系、タイプ2と同様に、ドアの内側に化粧板を貼ったタイプに変更されている。パンタグラフは、2101系奇数番号車は2機搭載し、2101系偶数番号車は、大阪型に1機搭載した。これは、種車の大多数を占める97001系、M1 車及び7801系3次車の、 パンタグラフ搭載位置を踏襲したものだが、97001型のみで編成された2 1 1 3 2 1 1号回では少し異なり、97118-2114は、伝送改造時に大阪型にパンタグラフを1機搭載したが、97017-2116は、改造時に神戸方のパンタグラフを撤去した。連結機は、 先頭車の運転台側と2001系のユニット間がバンドン式密着連結器を装備し、その他の中間部は棒連結器を装備した。冷房装置はマウマイナス 13H で変更はないが、2201系の最前部の冷房装置のみ、乗務員室の冷房化を図るため、こちらも5001系及び5131系、5331系同様。 cu-10h に乾燥された。制御装置は、タネ社の CFM-118 から 15h、アブフム -114 から 15mc から、三菱電機製の境地点カレージ制御機である、アブフム -118 から 15mrh に乾燥し、2101型に搭載した。この制御機は1台のコントローラーで2両分8台の、 主電動機を制御する 1C8M 方式である。主電動機は、種ネ社の東洋電気製造製 TDK-814A、A1、TDK-814 に営を流用したが、第五次社の2209回の電動車である2 0 9 2 0 1 0 2 1 0 9 2 1 1 0 の4両は、出力 124kW の TDK-8142A に換装し、パワーアップを図った。補助電源装置は、q 7 1 0 1 k 機数車、q 7 0 0 1 k m に及び7901型が搭載していた、出力79馬の電動発電機である CL G、CLG-346G から、出力1 4 9馬の静止系インバータである、 NCFAT140C に乾燥2001型に搭載した。搭載機数は3機から2機に減少したが、トータルの出力では向上している。7001K 及び 7801K3 次車から本系列への改版は、下表の通り、なお、表中の印は中間に組み込まれた運転台の向きを示す。本系列は、第1次車の2201回のうち、 大阪型ユニットの2201の2101の2001が1990年9月に、向川車両工業で、竣工、11月に、神戸方ユニットの2002の2102の2202が、竣工して6連を蘇生、試運転後、年末から97001系時代と同様に、優等列車運用に投入されて、当時阪神の急行系車両が運行されていた。 阪神本線神戸高速鉄道東西線、山陽電気鉄道本線スマウラ公園駅までの全区間で特急から準急まで全ての急行系車両を使用する列車で幅広い運用を開始した。本系列への改造は順調に進み、1991年3月に登場した第二次車2203回以降も大阪法ユニットの登場後2の3ヶ月後に 神戸法ユニットが登場して6連を蘇生するというパターンを繰り返し、1993年1月には6次社2211回まで、竣行して7801系3次社は消滅した。引き続いて7001系の残る3編成の改造も行われ、同年11月に2215回の神戸法ユニットである2016から2116から2216。 が、春工して2000系への改造が完了、8編成48両が揃った。前車登場後、当時最新鋭の8000系とともに急行系車両の主力として運用されていた。1994年より、先頭車に8000系と同様のスカートの取り付けを開始した。最初の試行車は2205編成である。1995年1月17日に発生した、阪神。 淡路大震災によって、2000系は8編成中5編成30両が被災した。被災編成と被災箇所及びその後の経過については、以下の通り。なお、本系列は、同一系列中半数以上の車両が被災しており、全編成が被災した5261系一次車に、次ぐ高い被災率である。被災各編成の経過は、以下の通り、被災30両のうち、 12両が廃車となった。震災後の本系列は2編成元の6編成36両となり、震災後に緊急投入された9000系や8000点3000系などとともに従前通り急行系車両の主力として運用された。この間、震災前から行われていた戦闘車へのスカート取り付け工事は継続して施行され、全編成への装着が完了した。また、 1997年から終電状況の長期試験として、q 7 0 0 1系、m 1車改造の2 1 0 1系奇数車に2機搭載されているパンタグラフのうち、神戸方の1機を上昇させずに運用したところ、パンタグラフ利線による改正ブレーキ執行等の悪影響は発生しなかったため、同年以降全般検査に入場した車両から、 神戸方パンタグラフを撤去する改造を実施、全編成とも施行された。連結器交換後の2000系山ヶ崎駅付近にて、山陽電鉄東二三車庫に改装された2210と8900に2006年からは2009年3月20日からの西大阪線南ン延長に伴う、近畿日本鉄道奈良線との相互直通運転に備えて、バンドン式密着連結器から回り子式、 密着連結機への換装を開始、本系列でも2205回より連結機の換装を実施された。2006年には1000系が登場し、2007年10月に営業運転を開始した。この代替として2203回が2008年2月26日付で廃車となり、2000系では震災以来初の廃車となった。2209回は、 山陽電鉄の東二三社湖で留置されていたが、2009年に廃車となった。同年には、ラストナンバーの2215回が廃車となり、2000系からユニット窓車の編成が消滅した。2010年2月には1000系1211回の、代替として2205回が廃車となり、この時点で2000系の残存車は6両編成2本の12両のみとなった。 その後も1000系への置き換えが進められ、最後まで残っていた2211回2207回も2011年6月に運用を離脱した。同年7月1日付で2211回が、9月5日付で2207回が、それぞれ廃車となり、2000系は全廃となった。2000系の運用離脱により、副票を貫通扉に掲出する編成も消滅した。 本系は8701.88018901型とともに、山陽姫路方面にも、阪神南馬線近鉄南馬近鉄奈良方面にも、対応していなかったことからも、早期廃車対象とされた、2006年4月1日現在、震災復旧以降の編成、ありがとうございます。